ビザル・エルン・キャルタンソンはアイスランドのサッカー選手。アイスランド代表。ポジションは FW。2006年に16歳で UMF セールホスのトップチームデビューを果たした。2009年に B ベストマンナエアに移籍するも翌年セールホスに復帰した。2013年に F フィルキルに加入すると得点を量産し、同年末にエリテセリエンのボレレンがフォトバルに移籍。 2014年4月6日に行われた F k ボで、グリムト戦でノルウェー初得点を挙げた。1年で29試合25得点の結果を残した。2015年1月22日に中国、サッカースーパーリーグの高祖春天に移籍。350万ユーロの契約で加入した、彼は3月7日に行われた第一節の上、海上港集団戦で、 中国デビューすると初得点も記録したが、試合は2から1で敗れた。中国 FA カップでは4得点を挙げて、クラブ史上初めてのこのタイトルをもたらした。2016年1月27日にアルスベンスカンのマルメ FF に移籍。同年8月30日にイスラエルプレミアリーグのマッカビテルアビブ FC に4年契約で移籍。二千十八年八月十一日。 FC ロストフに4年契約で移籍。2019年3月18日、アルスベンス艦のハンマルビー・イフに5ヶ月の期限付き移籍をした。2014年5月30日に行われたオーストリア代表との親善試合で代表初出場。2016年1月16日に行われたアラブ首長国連邦代表戦で代表初得点を記録した。 2018年10月に一度代表引退を発表したが2019年3月に引退を撤回し代表に復帰した。代表での得点一覧。ありがとうございます。